ナンバーアンダーライン・アイライブツアー2024宮城公演でポ熱狂と感動の渦が巻き起こったステージを徹底解説驚きの演出感動の瞬間を大公開ナンバーアンダーライン・アイのライブツアー2024がついに宮城からスタートしましたファンの皆さんにとって待ち望んでいた瞬間がやってきたと言えるでしょうこのツアーは単にライブパフォーマンスを楽しむだけではなく アーティストとファンが一体となり、共に感動を分かち合う場として、今後数ヶ月にわたり全国を駆け巡ります。宮城公演の初日から熱狂が巻き起こり、観客の歓声が会場を包み込む中、No.1 アンダーラインのメンバーたちは力強く舞台に立ち、観客に向けて最高のパフォーマンスを披露しました。特に今回の公演では、彼らのエネルギッシュなダンスパフォーマンスと心を震わせる歌声が際立ち、 ファンのの心を一瞬ででんだのです宮城公演を見届けたファンからは、多くの感謝の声が上がり、SNS では、素晴らしかった、感動したといったメッセージが飛び交いました。彼らのパフォーマンスには、ただ楽しさや感動を与えるだけでなく、何か特別なエネルギーを感じさせる力があるようです。特に、長いツアーの最初のステージとして、彼らはこの公演にかける思いを存分に表現しようと尽力しました。 それは、ナンバーアンダーライン愛の3人が一丸となり、ステージ上で見せる息の合ったダンスや、一体感のあるパフォーマンスに現れていました。そして、何よりも彼らを支えるダンサーたちの貢献も大きく、ダンサーたちとの一体感がさらにステージ全体の迫力を引き立てました。ファンたちは、この完璧にシンクロした動きに圧倒され、まるで彼ら全員が一つの生命体のように感じられたと語ります。宮城公演では、 ファンの皆さんが待ち望んでいた楽曲も多数披露され、その度に会場全体が歓喜に包まれました。彼らの人気楽曲、アイスでは、ファンたちは息を呑むほどのパフォーマンスに魅了され、その瞬間の一体感はまるで時間が止まったかのようでした。この曲では、彼らのスムーズで力強いダンスとともに、観客も体を揺らし、会場全体が一つの巨大なエネルギーの塊となったのです。また、 舞台演出にも特筆すべき点が多く、特に雨のシーンでは、ファンたちの驚きと感動の声が次々と上がりました。この演出は、ナンバーアンダーライン愛のセクシーでエモーショナルな一面をさらに強調し、観客を非現実の世界へと引き込む力を持っていました。今回のツアーでは、ナンバーアンダーライン愛のファン層がさらに拡大していることが実感されました。宮城公園に集まったファンの中には、 これまでライブに足を運んだことがなかった人たちも多く見受けられ、彼らのパフォーマンスが新たなファン層を魅了していることがわかります。この傾向は SN、SNS 上でも確認され、特に初めて彼らのライブに参加したファンからの、これまでこんな体験はなかった生で見ると圧倒的な迫力だったというコメントが多数寄せられていました。また、彼らのダンサーとのコラボレーションも話題となっており、 ダンサーたちの力強いパフォーマンスが彼らの楽曲に新たな命を吹き込んでいると多くのファンが評価しています。ナンバーアンダーライン愛とダンサーたちの一体感が生み出すステージは、まさにライブの醍醐味を体現していると言えるでしょう。しかし、この長いツアーを完走するためには、メンバーやスタッフ、ダンサーたち全員の健康管理が欠かせません。公演の後ファンたちからも体調には気をつけて、 最後まで無事に駆け抜けてくださいという応援のメッセージが寄せられており、ファンたちの心配りが感じられます。特に、ツアー中の過密なスケジュールや多くの移動が彼らの体力を奪う可能性があるため、これからも彼らが無事にツアーを走りきることを願うばかりです。宮城公演を終えたナンバーアンダーライン愛は、次なる福井公演へと向かいます。このツアーは全国各地を巡るため、 異異ななるるる場所ごととに異なる雰囲気やファンの反応を楽ししむことができるできょう。各都市でどのようなサプライズや新しい演出が待っているのか、ファンたちは期待に胸を膨らませています。宮城公演ではすでに驚きの演出が多数見られましたが、福井以降もさらに進化したステージが見られることは間違いありません。このツアーが進むにつれて、ファンたちの応援の声もますます大きくなっていくことでしょう。 宮城公演での熱狂的な支持が証明するように、彼らのパフォーマンスには一瞬たりとも目が離せない魅力が詰まっています。そして、ツアーが進む中で、各都市のファンたちも彼らのエネルギーを全力でサポートし続けることでしょう。SNS 上でも、次は福井公演が待ち遠しい、今度こそ直接見に行く、といったコメントが数多く見られ、ファンたちの期待がますます高まっています。ナンバーアンダーラインアイにとって、 このツアーはただのライブツアーではなく、彼らの音楽人生において非常に重要なステップでもあります。これまで培ってきたスキルや経験を最大限に生かし、全国のファンに感謝の気持ちを伝えるための機会であり、彼ら自身もこのツアーを通じて成長していくことでしょう。各公演で披露されるパフォーマンスや新しい試みは、ファンだけでなく、彼ら自身にとっても挑戦であり、進化の証となります。また このツアーが進む中で、彼らの音楽やダンスがどのように発展し、新たなファン層を引き込んでいくのかも注目すべきポイントです。今回の宮城公演でも新たなファン層の参加が確認されましたが、このトレンドが今後の公演でも続くのか、そしてどのようにして彼らがこれまでのファンと新しいファンの橋渡しを行っていくのかが、今後の注目ポイントとなるでしょう。ファンとの距離を縮めるために、 彼らはどのようなサプライズを用意しているのか、それもまた期待されるところです。ツアーの成功には、ファンの応援とともに、彼らを支えるスタッフやダンサーたちの力も不可欠です。彼らの舞台裏での努力や創意工夫があってこそ、毎回の公演がスムーズに進行し、観客に感動を与えることができるのです。特に長丁場のツアーでは、舞台措置や衣装、 音響などの準備にも多くの時間と労力が費やされており、その一つ一つが完成度の高いパフォーマンスを支えているのです。ファンたちはその努力に対しても感謝の意を示し、SNS 上でもスタッフへの感謝の言葉が飛び交っています。彼らの陰の努力が、ファンにとって最高のライブ体験を提供していることは間違いありません。最後に、このツアーがすべての公演を終えたとき、 ナンバーアンダーライン愛とファンたちの間には今まで以上に強い絆が生まれることでしょう。このツアーは、ただの音楽イベントではなく、アーティストとファンが一体となり、今日に感動を作り上げるプロジェクトです。そして、その感動はツアーが終わった後も、ファンの心に長く残り続けることでしょう。ファンたちは彼らの音楽とパフォーマンスを通じて、希望や勇気を受け取り、 日々の生活に活力を与えられています。それがナンバー・アンダーライン愛の持つ最大の魅力であり、彼らがファンから愛され続ける理由でもあります。ナンバー・アンダーライン愛のライブツアー2024は、これからさらに多くの都市で多くのファンたちに感動を届けることでしょう。彼らの音楽とダンスは、これからも進化し続け、ファンたちに新たな感動を与えていくに違いありません。そして、ツアーが終わった後も、 その余韻は長くファンたちの心に残り続けることでしょう。